ワンインチチャンネル、今日も館林にサロンの方で、はい、撮影に来てるんですけれども、はい、以前かな、撮った時にあの先生と平さんのガチ稽古を結構たくさんコメントいただいて反響があって、うんうん、泣きそうになったとかねそうそう、なんかおじさんが涙したっていう、うるっと来たとか、全おじさんが泣いたって全米が泣いたみたいな正直申し訳ないですけど、何が何だか、あの平さんが倒れてるんですけれども、どういうジークンドーの技術が使われて、先生は平さんをダウンしたりとかパンチを当ててんのかっていうのを僕も気になって、あと視聴者の方も気になってる方たくさんいらっしゃると思うんで、ちょっと解説じゃないですけど、はい、していただいてもいいですか。いいですか、はい、みんな泣いただけなんであのどういう泣き要素があったんですかね。おじさんたちも何の涙か分かんない自然と何の涙なんだあれ、あの時なんで泣いてたんやろちょっとこう、はい、詳しくポイントポイントでいいんですけど、そうです、ね、先生があのここはこうだよっていうのを教えていただければなと思います。分かりました、はい、先生自身もあんまり自分のスパーとかを、そう、別にこう見てないんで、はい、そうなんです。解説とかもしたことない。じゃあやってみますか。そう、平さんにとってももしかしたらね、はい、あのいい気づきになるかもしれませんから、はい、先生の先生からの視点で、はいはい、の教えてもらって平さんどうでした、まあ、普段からやってますっていうことなんですけど、はいはい、ああいうスパー経験してどうでした。あ、でもほとんど毎週ああいう感じでやってますね、うんうん、あのもう先輩方もああいう感じでガンガンあのやってもらえたりしてますので、うん、強さで言ったら、まあ、いつも通りですかね、今日で、うん、ちょっとポイントポイントで、はい、教えていただいてもいいですか。はい、はい、じゃあいいですか、はい、はい、やってみましょうか。スタート、スタート、えい。多分あれですよね、スティールステップだとか、そう、細かいジークンドのステップはふんだんに使われてるわけです。ふんだんに使ってますね、はい、はい、ここストカーン、はい、これ今の、はい、今あのボディが入ってボディが入ってる、序盤うんって出てる序盤、そうその時はあの僕は右構えだったんですけど、はい、左構えにスイッチングして、追い込んで右のボディーブロー打ってるんですよ。ちょっと見せてくれすみません、こうなってたんだけど、はい、ここでこっち振ってこっちに入ってるんですよ、うんうんうん、これあのリプレイスステップって言って、はい、この状態からこうシフトするとスイッチング、そうそう、スイッチングしてるんですよ、はい、で、ここからここにボディードーン入れてるんですよ。ステップしながら、あの移動しながらスイッチしてた。そう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 、ここで通常こうやって右構えと右で同士と戦ってるんですけど、はい、ここからここを打ちたかったんで、はい、こうやると結構平さんこういう ガードがうまくなってきてるから、はい、こっちに入ってこっちをガードしてもここで入るからここで狙ってゴーンと打ちました。なるほど、そう、これはリプレイスステップで、はい、はい、あんまり使わないとは思うんですけど、あ、普段普段先生は、でも僕はでもあの、はい、スイッチはよく使ってる、うん、そう、だからスイッチしても、はい、あの左構えでしっかり自分の構造が使えるように稽古はしなきゃいけない、はい、だからこっちでも構えられるし、はい、こっちのこっちでも構えられて、はい、打てる、はい、これ結構大変なんですよ、これ稽古は、うん、両方使えるいや、そうですよね。それで、あのボディで平先生が、そう、大変なんですよ、追い込んで、うん、こっちでドーンって出たそうな、あのシーンだそれが平さん的にはどうやったんですか。やっぱスイッチを使われたこと、うん、もう追い込まれたんですよ。下がるのがもう間に合わないし、ガードもできないし、もう追い込まれて、詰将棋みたいな感じで最後当てられた感じですね、うん、もう一個ぐらいですか、はい、なんか印象的なの今の最後。印象的なのさっきの、うん、あの食らわしてたやつあるじゃないですか、先生が止めてたの。なんだっけ。ああ、今のね、とか。はい。これ光月先生こういうのを解説してるってすごいよね。はい、これだね、うん。ここで。平さんのワンツーに対してフックかな。
ワンツーに平田さんのワンツーに合わせてカービングステップをしながらフックを当ててます。あ、最後のシーンですか。途中も、そう、途中もやってる。あ、同じ動き。そう、だから多分これがまた最後にもやってるのかな。なるほど。そう、最後、最後見てみます。最後の、最後ダウンして終わりましたもんね。はい。ドン、うん、この最後完全に平さんがダウンしてしまうところ。そうそう、ここちょっとよく見せてもらっていいですか。ここなんかどう動いてるかね、はい、自分で分かんないんですよね。OK、はい、分かりました。この一番、ちょうど8分6秒一番最後ですね。一番最後のシーンで完全に平さんがダウンしてしまった、うん、はいはいはい、シーンなんですけど、はい、そこをちょっと解説じゃあします。それは、はい、最後にね、そう、こうだね。で、この時に、はい、こうイン、アウトってこういうステップをして間合いをこう調整してるで、ちょっと下がって相手をこう攻撃を引き出しといて前に来たところに来る、ボディ入れて、ボディ入れてるので、このタイミングでボディが来るから、ここですね、このタイミングの時に平さんがボディこう来たところをここが伸びきる前にここでこっちに入る。この中心からこうずれてここにカービングステップでフックを打っています。もう外された上でってこと。そうです、相手のボディ、そう、ラインを外してここからこの感じ。なるほどね。あ、それが途中にもあったんだ。そう、それが、途中でやったのが平さんのワンのツーの時にこのタイミングで、あ、入り方が一緒ってことですね。そう、そう、このタイミングが一緒だから次にクロスが来なくても、この最初のこの ボディにこう打った時にカービングで外していれば、次にここがクロスで飛んできてもここで逃げながらこっちにガンと当てられるので、このカービングステップっていうのはすごくいいんですよ。ワンツーでたとえ来られても安全圏にスノーとかできる。あー、なるほどね。あとはそのうまく相手の攻撃をこうやって自分の間合いのこの調整で引き出しといてこっちに回ったり、その引き出すために例えばジャブを打ってこっちに誘導しといて、こっちに誘導しといてこう張ったり、相手の攻撃を誘ってってことですね。そうです、右側を取りたかったら左に誘導して、左を取りたかったら右に誘導して切り返して逆を取る。トモ先生から見て平さんはもちろんすごい成長してるって言われてるじゃないですか。はい、だけどやっぱり遅いとかなんですか、その対応ができてないってことなんですか。そうですね、あとなんか手が伸びきってない、あ、なんかおっかなびっくりやってる感じがした。え、おっかなびっくり、こうなんか怖いんだもん。いや、まあそれトモ先生相手やからっていうのはあると思うんですけど、はい、全然ね、来てもらっていいんですけど、もうそれだって、でもおガチいったらこっちもめっちゃあるんですよね。そうです、だからそれが怖いっていうかもあるんですよ。怖いっていうのもあるんですか。もちろんですよ。まあゆっくりだけど成長していけばだいぶいいのかなって思って、もう僕も、僕もそうですし、うん、じゃあ次回はミキオさん対平さんで、なんでやねんやろうよみんな泣いてくれるか全おじさんが、全おじさんがもうねだけやろ多分ちょっとこれ、ね、解説動画というか、はい、ちょっともう、まあ、ポイントだけ教えていただいて、はい、なんかこう消化できた部分がありました、はいはい、こんな感じですけど、はい、はい、大丈夫ですか、はい、また引き続きワインチャンネルお願いします。ありがとうございました今日は。